はい、皆さんこんにちは。恋愛とダイエットの先生をしております奥野沙織です。はい、今日はちょっと普段と違う YouTube を回しております。で、今日はドスッピンで今朝8時ぐらいなんだけど、私は今日長年すごい悩んでた鼻炎の手術をしてきます。鼻中湾曲症って言って、鼻の骨が曲がってて、こう鼻の穴が塞いでる、ちょっと塞ぎ気味で鼻炎になるっていうちょっと症状で、結構1年ぐらい悩んでたんですよね。で、もう意を決して手術することになったので、昨日12時から絶食をして朝病院に向かいました。なのでドスッピン でここから30分ぐらいかな、手術して多分ちょっと寝て帰るの で数日ちょっと症状が悪化したり熱が出たりとかするかなって思ってて、YouTube でも結構この湾曲症に悩んでる人が多いから、私も様子をねちょっと数日撮っていきたいなと思います。手術始めてたか怖いけど頑張ってきます。手術が終わりました。時刻は14時です。めっちゃ早かったけど、なんか麻酔されてからずっとふわーでして、そっからはもうほぼ記憶なく終わったけど、今はずっと詰め物してて息ができないからちょっと苦しいです。あと麻酔で結構眠いのと、なんか多分痛み止めを結構飲んでるんで今は大丈夫かなって感じなんですけど、多分もう本当にずっと寝てたよな。なんか部屋帰ってきてからもほぼ寝てて、でちょっと今36度8分ぐらいあるから普段よりちょっと熱が出てるかなって思うんで、今日から2、3日は多分眠たかったり頭痛かったりちょっと熱が出ながら過ごすかなって思うので、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、お家に帰ってきました。結構寝たかも。もうなんか眠気が私はすごいですね。ひたすら寝てました。なんか熱もどうなんだろう、今測ってないけど、そんなに熱って感じではなく、ただただ眠くて、ただなんかあんまり食欲はないんで、今私はポカリを常に飲んでます。あとなんかね、私の場合ちょっと鼻になんかこう、鼻にというか口の奥ら辺にちょっとこう、なんていうのこれ血が詰まってるような感じがして、快適ではないけど、なんか寝れそうだから楽かなって、ちょっと夜中はまた寝苦しいかもしれないんで、ちょっと寝れる時にたくさん寝とこうと思います。息苦しい顔ですいません。ちょっとレポしたいから。でもなんか思ってたより私は 楽というか、そんなに辛くないかも今のところは。なんか手術前点滴で麻酔入れられた時にちょっとブルブルって寒くて、でも後から点
ってもう寝ちゃって、そこで何分ぐらい、1時間50分ぐらい手術があって、部屋帰ってきてからの方がなんかめっちゃ寒くて、ふふって麻酔のせいで寒いですよみたいな感じで、なんかあの看護師さんもすごい優しいんで安心して受けれました。ちょっとなんか食欲も多分ありそうだから、ちょっともうちょい寝てゆっくり今日は過ごそうと思います。バイバイ。はい、2日目のお昼です。昨日は意外に夜は寝れましたね。ただなんか豚腹っていうかな、ロキソニン痛め止めをもらってるんだけど、まあ、最低6時間空けて飲むんだけど、やっぱ6時間おきにその痛みが結構来る、今もだけど。そうだからなんか結構全身麻酔してから昨日はすごい眠くて、私は結構寝てたし、多分麻酔も結構効いてんのかなって思う。だから6時間おきに飲んでたら痛みはマシって感じですね。で今日も朝起きて、あのお医者さんの方から9時ぐらいかなに体調どうですかっていう電話が来て、結構不審身にあの聞いてくれたり、私の場合はその6時間おきにあの痛み止め飲んでるんですけど大丈夫ですかって言ったら、2日目はその毎時間6時間おきには飲まない方がいいですねって、あの今日ぐらいで待ちになるのでって言われてたので、今日はちょっと痛み止めをあの飲むのを控えようかなって思ってます。で体温も36度5分ぐらいで、ちょっと普段より高いぐらいかな。そうで、あの1日初日あの手術した日はお風呂に入れないので、ちょっと今日は見せられる格好じゃないので写真で失礼してます。そうで、私はあの母が付き添いに来てくれてしばらくお家にいてくれるので、あの今もお昼ご飯を買いに行ってもらってます。意外にね食欲はあるんだよね。痩せる作戦しようと思ったけど食欲はある感じなので、ちょっとまた様子見て、なんか私的には2日目の方がなんかしんどい気がする。痛いし鼻もなんかちょっと涙出る感じで過ごしています。はぁ、頑張ります。あと数日ちょっとお届けしますね。じゃあねー。はい、本日手術後3日目です。だいぶ痛みはあの収まってきました。昨日痛み止めほぼ飲まなくて、だけどなんか朝ぐらいはすごいなんかまだジンジンして痛かったんだけど、なんかもう夜には大丈夫でしたね。ただやっぱりなんか熱が出たり、たまにこう体がほてったりとか、うん、ちょっと体調が不安定な感じですね。食事は私もなんか結構モリモリ食べてるので、あの大丈夫かなって感じですね。薬毎回ちゃんと飲まないといけないので、なんかいつも以上に結構食べてる感はあるかなと思います。あのなんかすごい3日目で思ったのは、やっぱりずっと鼻にねガーゼ詰まってるから、もうほぼ口呼吸なんですよ。で普段から私口呼吸だけど、なんかもういつも以上に口呼吸だから、かなり喉がやられるかも。寝てると起きたらもうめっちゃ喉がカサカサな感じになってるから、あの常に喉を潤すと皆さんあの忘れないようにしてください。そんな感じでしょうか。3日目、もうまあ体調はだいぶマシだし、痛みも3日目には全然マシになってるので、あとはちょっとあのやっぱ鼻がねずっとこう詰まってるから、あのなんていうかな、鼻水と血が混ざってこう出てくるんだけど、噛んだらダメなんだよね。だからなんかずっとそれが鼻にあるのが私はめっちゃ今嫌な感じ。うん、しご飯も美味しくないしね。鼻が詰まってるとこんなに
ご飯って美味しくないな。めっちゃそれが辛いかな。好きなもの食べても全然美味しくない。そうなんですけど、この何抜歯というか風取れるまで我慢したいと思います。では3日目でした。はい、術後4日目です。今は夕方かな。もうだいぶ痛みも取れて、なんか鼻にね、前昨日ぐらいまではずっとガーゼを止めてたんだけど、それも取って、なんかこう見た目はもう普通、鼻の中だけにガーゼがちょっと詰まってるって感じで、まだまだ鼻声なんだけど、なんか様子としてはなんか血とかは出てこないけど、なんか血の混ざった鼻水みたいなのがやっぱりタラーって出てくるから、なんか噛んだりしちゃダメなんだよね、抜歯するまで。噛んだり、鼻ね、ティッシュ使って噛んだりすると、血がドバって出る可能性があるから、なんかそういう鼻水とか血が出ていったら拭いてくださいって言われてて、今それがあるっていう感じかな。でもうガーゼを取っても全然大丈夫な感じまでになりました。で、昨日久しぶりというか、お風呂っていうか、お風呂は入れないんだけど、シャワー浴びれてめっちゃスッキリ。なんかやっぱ熱とか、体調の変化で、翌日からお風呂とかシャワー大丈夫だったんだけど、なんかやめてました、私は。ちょっと熱が上がったり下がったりしてた時もあったので。久しぶりに入ってめっちゃスッキリです。顔はちょっと映せません。そう、食欲もあるし、ただやっぱりなんか、私もその長年鼻炎で、鼻詰まって生きてきたとはいえ、やっぱりガーゼが鼻にあるとね、やっぱすごい生きづらい。もう呼吸もしづらいし、なんたってびっくりするの、美味しくないご飯。これ昨日も言ったかもしれないけど、美味しくない、本当に。美味しくないし、寝にくいし、あとはめっちゃ口が乾燥して、ガラガラになる喉が。そう。しかもね、なんかやっぱり酸素が入ってないからか、めっちゃ肌が荒れる。そう、唇になんかね、ヘルペスみたいなのもできてね、ちょっと痛いから、なんか全然こう、健康じゃない。健康じゃないね。本当に。そう。もうそろそろ私は、外に出たいぐらい、なんか、ちょっと、なんか今は大変っていうか、なんか外に出たいモードですね。でも元気っていうか食欲とかあるし、まあ、たまにやっぱり空気がね、あんまり入らないから頭痛くなったり、やっぱりちょっと立つとクラクラするから、寝ながら、なんか、仕事したりっていうことをしてますね。そう、早く取りたい、抜歯っていうか、もう、長い。まだ4日なって感じなんだけど。そう、痛みはもう大丈夫だからね。あとはちょっとやっぱ過ごしにくさ。この鼻のこれが取れるもの、過ごしにくさは引き続きあるのかなっていう感じになります。なので、一応5日ぐらいまではレポを取って、後半は、抜歯してからのレポをしたいなと思います。では、今日も元気に過ごします。じゃあねー。術後4日目の夜です。明日でお母さんが帰るので、外食に来ました。なんか普通よ、ここに。ちょっとすっぴんですけど。ここにまだガーゼ詰まってるんだけど、普通に行こうかと思います。はい。普通にご飯食べれそうなので、大好きで焼肉にします。焼肉に来ております。すみません。食べようと思います。はい、これお母さん。食欲はな、めっちゃあるんですけど。マシやん。マシやん。大丈夫。息きしづらい。息がする。久々にそこに出ました。
もうちょっと早くの取れたらいい。まだダラダラなんか波で死持てるので手をつけたいと思います。私がこの手術してる人に、なんかピピってやってる人見てたんよ。同じ病院でやってる人の YouTube で、なんかその人も5日目ぐらいに焼肉食べちゃったかな。しかし、その人の方が重症やったよね。あ、ひどかったから、なんか2、3日38度で、でもなかった。全然大丈夫やって。だからな。もっと夜中痛がるかと思ったけど。そう。元々が多分魚を詰まって生きてるから、でもそれでもしんどいっていうか夜寝るのは。でもなんかそんな人よりマシなんかな。痛みがもっとなんかすごく寝れへんこと痛いんじゃない。やっぱ2日目がピークやん。そうだから、そういう人でも、めっちゃ私よりしんどそうな人でも、5日目ぐらい焼肉行ってたから、私はいいやろ。これで元気出てるから、ね。やっぱりさ、なんか、家の食事ばっか食べてるやん。なんか、最初ヨーグルトとかさ、あったらなんかピューピスみたいできてるのか、お肉とか多分取りたいなと思って。めっちゃあと普通してきたな、だんだん焼けてきたもん。うわでも焼肉食べれるようになってよかった。2日目がほんまにつらかったなって。ロケット飽きにさ薬飲んでたやん。ロケット飽きにあれが辛かったし、次の3日目もさ、電話して、電話来たり、どうですかみたいな。あの時にさ、薬飲んでますみたいな言ったらさ、もう飲まないでくださいみたいな。あれが一番辛かった。痛かったね、すぐ。なんか応援たくさんありがとうございました。だから、応援やだ。プレゼントやら、なんか入院してないのにさ、すごい入院なんかお見舞い来てもらった感じでありがたいなって思う。ただただ私の鼻炎を治すさ自分のせいや、この正規してるのって思われたら嫌やなと思って。鼻炎です。鼻はもう今ちょっとさ、なんかここに詰まってるよ、ガーゼが。だからなんか、やっぱ鼻がダンボっぱる。それは抜いたら治って。そう、らしい。だから、いつも以上にめっちゃ、確かにめっちゃ鼻、ダンボやで、ね。治るらしい。ちょっと頑張ります。